というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。まあ、前回は、タクトボークの話をしまして、うん、まあ、大きな、まあ、運営の違いあるよねみたいなことをしまして、はいはいはい、で、まあ、前回の終わりにですね、うん、そのキャラクターの違いというか、うんうんうん、まあ、実際わかんないですけど、うん、こっちでは強いのが果たしてウォークだとどうなのか、うん、まあ、逆もしっかりですけど、うん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 、っていうのをちょっとやってみようと。まあゲームが違うんで、はい、まあそのタクトみたいに自分の持ち駒っていうわけじゃないんだけどもね、まあ相手、まあ、どれぐらい役に立ってるかとか、そう、どれぐらい強かったかとか、はい、まあそういう話になってきますよね。はい、まあ、そういうのでぜひというか、まあ、やってみましょうという感じなんですけど、うん、まあ、早速モンスターから言ってやったらいいですか。はい、いいですよ。でまあ、ちょっと僕が、ね、今一応手持ち表示してるんですけども、うん、まあ、いないキャラもいるんで、うん、後であの、ね、図鑑の方とか言えばいいんですが、あんまりねボックス見せたくないんですが、うん、はい、でもこれはやっぱよくタクトでは、はいはい、派遣キャラだとか、うん、人権キャラとか言われてるものかちょっと聞いていきたいんですけど、うん、まずじゃあトッペン、ドルマゲス。ドルマゲスは、はい、まさに今出てきたんですよ。あ、じゃあ前回のエイトイベントはなかった。エントリーイベント初めてなんですよ。あ、初めてか、すいません。そうそうそう。で、今出たと。で、はいはいはい、まあ、ドルマゲスは強敵として出てきて、はい、ストーリーの中でずっと出てますよ、はい、海の上を歩いて行った話も出てきますよ。街の人が言いましたよね。そう、俺海歩いてたでぐらいのなんか村人になったよね。そういうのも再現してんだ。え、ストーリーの中のお話で。ああ、なるほど、はい、うん。で、まあ、強敵として、まあ、レベル1からレベル30まで出てきて、うん、はい、まあ、心ですね。心、はい、それと今、第2形態か最終形態のメガモンが出てます。あ、ね、はいはい、あ、そっちも出てるんですか、うん、だからこれは心なんです。まあ、ドラクエウォークって基本心って言ってましたもんね、はいはい、うん、っていう感じじゃないですか。僕まだその S がどれぐらいかとか全然知らないんで、うん、ただ今出てきたばかりなんですね。別に今んとこその派遣キャラだなんだっていう話、まあ、派遣キャラっていうあれはないんですけど、うん、ないですね、心が強すぎるとかっていう話じゃないんですね。っていうか第二形態出てるんだ。出てますね。あ、それこっちより早いですが、わ、うん、かりました。あとはそうですね、あ、セラフィーとかどうですか。セラフィーは実装されてないですね。あ、いないんだ、うん、出てないです。あれレベルいくつだっけ。10点か、はい、多分それをやってないじゃないですか。あ、点入りがそもそも点って、あと他に何がいましたっけ。だからあれですよ、勇者姫とか。ああ、出てない出てない、全然まだ。え、ちょっと待って、ウォークの方がまだなんですか。そうですそうです。だから点ってオンラインでしょ。いや、そうです。だからもしかしたらウォークはそこを避けてる可能性もあるんで。あ、そうか、2周目行ってますもんね。うん、そんなことあるの。そうそうそう、出てない。はあ、いないんだ。いない。え、でもこれ仮に実装されてたら、うん、まあ、回復の心からみたいな感じですか。まあそうでしょうね。なるほど、いないんだ。現状わかりました。はい、いや、これも最近ちょっと名前聞かないですが、はいはい、いんのか、ダイヤモンドセラミが出てきました。いない。あー、こんなもん全然この話今ね、話を決めてないから。そうですね、いない。僕ずっといない。いない。やばいやばい、そんなずっと終わっちゃう。ちょっとね、もうちょっと考えなさいよ少し。いや、だからなんで今新しめを言ってんのかなってちょっと思っちゃったのね。いや、そんな新しいのかは、うん、多分そうそう、僕が多分なんかね、まるでウォークを知ってるかね。いないっていうか、これ全然成立しないよこの動画がね。ちょっと待って、じゃあ分かりました、今ダイヤモンドスラム出ましたけど、うん、テリーは出ました。だから普通だったら魔王とかまず勇者とか言ってくのは、待ってください、ちょっと待ってくださいよ。それはあれじゃないですか、やっぱり必要じゃないですか、はあはあ、先に僕派遣キャラっていう隠れに行こうかなと思ったのであれだったんですが、はあはあ、そうか、ダイスラもいないんだ、うん、なるほど。まあじゃあずっと他に派遣キャラって思いつかないのであれですよ。今少年テリーって言ったでしょ。少年テリー、これはイベントの中で出てきて、モンスターバトルあったじゃないですか、はい、なんかもうテリーのワンダーランドかなとコラボしたんですよ、はい、うん、それで、まあ、自分たちで仲間、そこから仲間にする、モンスターを仲間にするっていう機能がついたんです。へえ、それまだ本当今年ですよ。はい、いや、そんな最近、はい、そう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 、ワタボーとか出てきたんですね。はいはい、そうで、そこから結局なんかそのモンスターのその育成っていうのが、うん、新しいちょっと強化されたかなっていう感じですよね。ワルボーって出てきました。ワルボーでも出てきた名前が、うん、だから多分ワタボーもワルボーも心の中に入っているんじゃないかな。あ、心なんだ。そうそうそう、ちょっと検索の仕方がね、はい、難しいんですよ。あ、全然、まあ、だったら、はい、ウェイト上に今なっちゃってるんでね、うん、まあ、全然これ私最近やってないからね。これみんなおでんくとか SSSS とかなってるわけですよ。あ、まあ、ドロマゲスだってこれですね結局ね、はい、うん、あ、これ王冠ついてるのかと思ったら違う、鍵かけてるだけです、ね、なるほど、うん、まあこんな感じで、まあいろいろと最近は全然やってないですけど、まあ前のはもう結構みんなね持ってますけども、まあ、だんだんこのウエイトがコストがね上がってきてるっていうのが、うん、そうですかね。脱線させちゃいました、すいません。じゃあまあさっき言ったね、うん、魔王系でいきたいんですけど、うん、これはね
現状僕のパーティーの中の魔王では、うんうん、おそらく一番強いんですよ、うん、ただタクト界ですごく不遇なんですが、うん、Sタークとかどうですか。 Sタークはね、はい、出てない嘘でしょ。これ Sタークはストーリーの中では出てきたけど、はい、心出てきてないと思う。マジか。心にはなってない Sタークは。え、敵では出てきたってこと。イベント内で出てきたかな。要するにこのイベントストーリーを進めていく上でちょっと戦ったような僕の記憶上ではね。え、じゃあそんな別に強かった記憶もないみたいな。あ、そうそうそう。あ、そう。Sタークそうね、出てきてないね。うっそ。そうなの。うん。Sタークの時ってあと何がいたんだっけ。Sタークって、うわ、どれだ。4とかですか。SタークSターク4だからもう裏ボスかないぐらい、うん、いたよね。なんかね、デスピ違いますよね。デスピは、あ、デスピは4だね。デスピですか。デスピサロは心になってますよ、だいぶ前で。あとメガモンになってるんでね。はい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 、はい、Sタークはメガモンになってないんですよ。あ、じゃあまだメインで作ってないの。なってない、なってない。え、じゃあそのデスピはどうだったんですか。デスピはもう、ほんと序盤のね、はい、ヒーラーね。ヒーラーなの。そう、ヒーラーの心なんですよ。こいつが。そう、なんでヒーラーの心ではまあまあ優秀した、コストが低くて、ステータスが上がるっていう感じで。デスピサロウォークってそのモンスターとその心の、うんうん、あ、違うの、だいぶある。はあ、そうなんだ。へえ、君回復なの。うん。あ、そう。わかりました。いや、わかんねえけど。え、じゃあ裏ボス、多分Sタークって裏ボスじゃないですか。うんうんうん、出てないってことはその魔剣士ピサロとか。もう話の中だ、ストーリーの中だけで、まだ自分の何か心でゲットしてるっていうのはないですね。ねえ、うん、え、じゃあドレアムも出てない感じですか。ドレアムでどんなキャラ。ダークドレアムですよ、こいつこいつ、あの、ヘラトスです。あ、ドレアム出てない、出てない。あ、そうなんだ。え、じゃあ逆にタクトが出しすぎなのかな。ちょっと心でね、はい、持ち物検索をしてみますけども、はい、もう逆引きですね。そう、もうこんな魔王が出てるよっていう。はいはい、はい。まあ、今だからラプソーンね、あ、さっきのでかいのあったでしょ、はいはいはい、あれでチビラプソーンの心が取れるんですよ。でかいは取れない。でかいのはまだ取れない。へー、うん、それからドルマゲスの変身とドルマゲス前だよね。はいはいはい。あとそうね、今呪われゼシカが出てて。呪われも心になってるんですか。そうです、そうです。あー、なんかそれ違うんだな、ね、この幽霊船長になってる、ね、幽霊船長。幽霊船長、これ S に損ねてますけど、まあ、こんな中ね。え、これエイトの人ですか。うん、やべ、俺、あと幽霊船ってのも出てきた。船船がメガモンで出てきました。わかった、あれだ、あの時だ。はい。え、そうなんだ、うん、船がメガモンで出てくる。そう、だからそっちで出てないので言うとはい、はい、まあまああるわけです。例えばこのこういうなんかね、御殿魔みたいのがいて、はい、ゴーヒョウテングリザード、かっこいい、まあ、ボーランテンバリケーンとかね、そのなんか御殿魔ってご、うん、なんかいるんですよ。ミルドラスいますよ。お、ミルドラスよ、はい、ミルドラスちなみにヒーラーですか。まあギリギリこっちもデバフバフ要因だから、うん、まあ分からんことないのか。そうそう、ヒーラーなの。ヒーラーじゃなかったっけ。え、なんで。そうですね、魔王でヒーラーってなんか面白くないですか。ヒーラーの、あの、要するに賢者とかにつけるやつ。こんな世界を滅ぼしそうな見た目やってて、うん、ヒーラーなんだ。はい。それから、まあ、ワイトキングもそんなに古くないですしね。あ、ワイト、え、うん、新しいですか。自分流もそんなに古くないですよ、このウォークで言うとね。そうなんだ。それからゲマとかいますね。あー、ゲマ、これはこっちにはいないですね。うん、あれは5でしたっけ。なん、全然覚えてないですね。はい。それからね、そんなもいないです、こっちね。へぇ、魔王で言うと、はい、魔王勇者あたりで言うとね、うん、シドウですね。あ、シドウ、はいはいはい、うん、それはちなみにどういう心ですか。ヒーラーです。何ですか、魔王ヒーラーガチ。そうそう、これはもう緑の心です、ね、これだから、バトマスとかにつけるのが赤い心、はい、で勇者とか、まあ、なんていうのかな、黄色の心っていうのがあるんですね、はいはい、黄色かな、うん、黄色、勇者系は黄色、はい、うんうん、それから、レンジャーに青い心をつけるんです。ほう。で、魔法の攻撃魔法が紫なんですね、はいはいはい、で、回復が黄緑なんです、緑な、黄緑で、指導は黄緑ですからね。な、なんかこの色で決めてます。だからヒットポイントが上がって回復魔力がほら一番上がるでしょ。あ、本当だ、うん、あ、しかもこっち青い指導じゃないですか。あ、そう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 、緑ですね。ちょっともう、ね、ちょっともう訳分かんないですけど、これ、うん、なんでこっち青くてほんで緑の心。まだハーゴンいますね。あ、ハーゴンはこれはあの攻撃魔力ですね。なんで、いや、まあまあなんでってことですけど、うん、まあこれはそうでしょう、うん、最近ね、開花されてる。そうそうそう、こっちだとなんかどっちかっていうとね、呪うっていうイメージがありますけど、うん、はい、それからオルゴデミーラ、まあ、これはもう本当に完全バトマスの、うん、はいはいはい、赤ですね。あ、え、オルゴデミーラは攻撃型なんですか。そうです、そうです。はあ、
まあそうか、こっちも一応攻撃型か。で、竜王どっちの、これ、変身竜王、はい、これはね、レンジャーですね。もう一番攻撃みたいな見た目してますけど、そう何の基準なんだろう、本当にないんですか、うん、そのどうなんですかね。まあ、あとナイトリッチなんて出てますよ。何ナイトリッチって初めて聞きましたよ、ね。うん、で、これあのね、グレイトマーマ、グラコス、そうそう、グレイトマーマ青色のグラコスにしか見えねえ、デスマシーン。なにこれ、ピサロのなんか、うん、ちょっとね、似てる。あとまあ、ビアンカとかね、パパスとかいますよ。勇者もやっぱいるんだ、パパスも出てきてる。そう、これがね、ボーランテンマリ系、そのさっきの言った五天魔。あ、そう黄色ってことは勇者系。黄色、さらに僕これ覚醒して星くっついてます。これがまた大変な作業、いろんな大変作業があるんですよ。へー、めんどくせえのは確かにあります。うん、案外、本当に出てるキャラ違いますね、こう見ると。そうね、うん、案外被ってないかもしれない、本当に。まあまあ、S 限定とかにしたとき、何イブールって。ウールボ、ワルボいましたよ。あ、本当だ。ワルボ可愛い。クロコダイね。あ、そっか、こっちも大コラボしてるから。そう、クロコダイはね、このパラティンがいいかな。これ身の守りがするね。まあやっぱそれはこっちも身代わりです、ね。ハドラーも呪文系ですね。え？あ、そうなんだ。うん、これダイとコラボしてますからね。そうですけど、こっちのハドラーあれですね。あのサクトのハドラーと違ってああ、そうそうそう。爪側というか。うん、そう。で、武闘派タイプ。武闘派タイプの呪文、わけがわからない。逆じゃないですか。そうちょっとなんかいろいろ面白いな。はいはい、あ、ウドラーもいてね。これちなみにあのウォークのウドラーは心集めにくいとかあるんですか。うん、いや何もないです。あ、ないんだ、うん、こっちだけなんだ。落ちにやっぱりね、序盤で言うとアームライオンはすごく良かったでしょ、これ。あー、うん、強いんだよ。これはもうレアキャラだったんだよね。あ、そうなんだ、うん、へえ。それからヒュンケルも赤ね。ヒュンケルこっちもね。まあヒュンケルはでも、うん、あ、待って、でもこのヒュンケルあれじゃないですか、完全体というか。あ、そう鎧がアムトンです。あ、これアムトっていうじゃないの。アムドの出してくる時の格好じゃなかったっけ。もうね、呪文の名前覚えてないです。アバン、これが見たい。アバン先生、これちなみにアバン先生の時って僕あのお土産帰りに岡山行ってた時なんですけど。あ、そうなの。はい、あのドラゴンになってましたよね。あ、そうそう、ね、あのアバンドラゴラムみたいなのもいます。そうです。あ、うん、あ、それもそれであるの。こんなんですよ、エデンの戦士たちの心の。なんでそんないっぱい集めた。そうもうここら辺はもうなんかちょっと強引だなって。しかも1と2ありますから、ね。え、エデンの戦士たちの。そうあ、ほんとだ、うん、こっちはあのキーファーがいるやつね。はいはい、マリベルタルド、うん、こっちガボと。そうあと2人知らねえよこれ。うん、へえ。まあこんなのがあります。1人ずつにしてあげなさいよ。あとゾーマね。これ、はい、ゾーマはもうやっぱりこの攻撃魔法の中では、うんうん、もう今でこそだいぶ伝ってきましたけども、はい、結構やっぱ強かったですよ、最初まで言うとね。うん、それはちょっとタクトと似てますね。うんうん、最初こそ派遣だったけど。だからこの何が違うかって、このドラクエ、はい、あ、何かっていうとドラゴンクエストウォークっていうのは、うん、ストーリーがまずありますよね。はい、第1章、うん、第2章とあるじゃないですか。各章で、常にその、なんていうのかな。まあ、例えばじゃあ第12章の1話。はい、2話とかなるわけじゃないですか、うんうんうん、だったっけ。全然違うこと言ってる。全然違うこと言ってる。ストーリーすると、まあ今一番マックスが12章なんですよ、はい、で12章の中にまあ1話2話3話4話とあるじゃないですか、うん、まあ例えばこの1話クリックしますよ、うんうん、でこれ出現モンスター見ます、うんうんうん、これね、めったに見かけないって書いてあるのがレアなんです、はいはい、で、あまり見かけないが純レアなの、はい、だこの2つの枠組みが必ずあるんです。その章ごとに。そう、はいはい、まあ、例えば今これ12章の1話ですよね、はい、12章の最終になるとこれがもう変わるんですよね。なんでめったに見かけない、あまり見かけないがボーンファイターで、めったに見かけないがトロキンかな。これどこにだいぶ、あ、ここになぜかこのトロルキングに変わるわけ。だからまあ大体一つの章の中にまあ2種類ぐらい、うん、レアキャラ、だんだんとこの入れ替えになってくるわけですよ。まあ、はいはい、へえ、まあ、こういうのをとにかくこの2枠を集めるわけです、ガチで。なるほどね、うん、これがまあ基本のその通常時の楽しみ方っていうのかな。やり方、はいはいはい、うん、だからもう本当にどんなイベントが止まってようがないしようが心集めっていうのはできるんで、はいはいはい、まあ、一応今もう一回本題に戻ると、はい、いろいろ比べみたけど、はい、すげえグダグダだった。すげえグダグダだし、もう知らないとかそんなの出てきて、でもこれでいい。翼ちゃん、まあ本当に何にも書かない。あとだからもう本当にまたコメントをまたいただけるんであれば。そうですね、なんていうのかな、こんなことを比較してほしいとか、あれね、直で言ってくれたり、はい、あとまあタクト僕やってんだけど、僕のことこういうとこ知らないんで、こういうとこってどうなんですかとか、その逆もしかりでね。
ただまあそのコメントをもらった結果わからないっていう可能性もある。そう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 僕はねそのガチでやってんだけどいい加減なんですね、いろいろね。そこまで記憶力がいいわけ、はいはい、いい加減っていうのかな、はいはい、あそんなのもあったなぐらいしか覚えてないんですよ、はいはいはい、かする程度のね。だから何なんだろう、本気のこのドラクエフェチではないってことなのね、多分。あそうですね、フェチというのかな、はいはい、マニアというのか、まあ、ちょっと今オタクというと失礼かと思ってフェチに変えたんです、ね、僕なりに、ね、はいはいはい、でも今オタクって言っちゃいましたけどそうなるとでもオタクって何をっていうやつが、まあなんかね、言い方は確かにね、マニアが一番正しいのかな、うん、ドラクエかファン、ファンでね、とか、まあ、ガチ勢とかそういう一番遠いフェチいっちゃってもう性癖までいっちゃいましたそうそうそうドラクエフェチではないぞそこまでのマニアックな、はいはいはい、うん、全体で楽しんでるけどやっぱねもうね2年半3年になってくると、うん、覚えてないですよ、そんなの。まあそれそうでしょ、とやっぱり途中からタクトやり始めてちょっとガチじゃなくなったでしょ、まあ、あの並行しながらやってますから、うん、だからこの、はい、ね心とかも S を取り切らずに終わっちゃうやつとかもあったんで、まあだいぶ薄れてきた、はいはい、もう分かんないことだったらおでんくんに聞けば分かるからコメント欄出てきてくれます、そうそうおでんくんって書いとけばいいですよ、あと宛先にね、おでんくんとだけ印入れとけばだいたいおでんくんに聞けば分かると思う、おでんくんのウィキペディアを使いましょう、おでんくんって言ってくれれば出てきます、叫んだら来てくれますかね、はい、まあそんななんで、はい、まあ、今回ちょっとこういう感じで、ね、はい、すげえ適当だったけど、まあでも案外あのお互い違うあれがありましたね、うん、まあ次回はねちょっと何をやるかまだ決めてもいない、まあ、また来週考えましょう、どっかでシーンとなった時にやめますよ、スッとやめちゃうあの再生数伸びなきゃね、そうそうそう、あの勝手に消えていくんです、そうそう、スッとやめます、ね、はい、まあ、じゃあ今回こんな感じで、はい、どうもあざした、翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。